藤原アンドでーす。さあ今日なんですけれども、はい、サムネにもありました通り、うん、玉作りさんに来ていただきまして、ジャンパさん、スンドゥブを食べながら嫁ランドと韓流ドラマトークをしたいと思います。知らないじゃん。私知りません。ドラマイテウォンしか知らないじゃん。イテウォン、イテウォンクラス、もうしかも最終回見てないじゃん。イテウォンクラス途中で止まった。俺が知ってる全てを見た韓流は、うん、アイリスだけ。フジアランドの視聴者さんの中ではなんかみんなこう結構韓流好きな方が多いから生配信とかでやってると、ね、うん、だからまあ今日は私はほぼトークには参加できませんけど、二人で韓流のことを喋っていただいて、うん、皆さんに喜んでもらえたら、分かると思っていただけたらそれでいいかなという動画でございます。ということで、うん、嫁ランドが作りましたスンドゥブがこちらでございます。美味しそうな卵煮ようかと思ったんだけど、はい、生卵をガバンと入れて、はい、ちなみに買ったスンドゥブ、なんかこれがね結構すぐ作れて、うん、豚バラとアサリとキムチとネギと豆腐と卵を入れて作りました、はい、ですので皆さんもよかったらこれ買ってみてください。じゃあ食べます。誰でも絶対に失敗しないやつね、はい、じゃあまずいただきます。いただきます。うまっ。美味しい、うん、よかった。うん、うん、美味しいです。うん、めっちゃうまい。辛いな。だしがかなり効いてるな。うん、辛いな。スンドゥブやから辛いな。なんか言うねん。玉作りも韓流は結構見てるんでしょ。結構見てて、うん、一番最初はお母さんが見てた、うん、チャングム、うん、なんで一緒です。だいぶ昔ですよね、うん、そっからですね。チャングム見た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 。長いのよ、うん、長いの。どういう話。王様のお食事を作る人のお話、うん、ざっくり言うとざっくり言うと、あの今こんな感じで喋ってますけど余裕でネタバレ出てくるので皆さん気をつけてください。宮廷に仕える女の人ってもう王様の女の人だから、うんうん、あのちっちゃい時から入って、うん、こうなんか修行させられるんですよね、うん、させられるっていうのおかしいけど。でなんか、うん、あの医学にも、うん、なんか精通してるんですよね。漢方的な。そうそうそう、うんうん、で最終的にお医者さんなんだったっけ。多分だからもうそこら辺のも記憶がない。、うん、ちょっとうろ覚えなんだけど。王様の体を触るのは絶対に男の人じゃなきゃダメな時代だったの、うん、だけど王様にこう気に入られて、うん、王様の体に針打ったりとかできる多分初めての女の人。ああ、びっくりした。そういう針ね、針、王様の体に触るとか言うからちょっとスケベなシーンがあるドラマかなって。いや、ないんだけどそういうの。こう触れることすらダメなの。うん、なるほどね。ですよね、はい、うん、何作ぐらいお互い見てんの。え、わかんない。ざっくり大体5、60は多分見てると思うんですけど。すげえな。一応思い出しては来てて、その私がメランドさんに、うん、あのどう作品選びってどう選んでんのかなが気になってて、うん、ああ。どういう基準で選んでるの玉作り。私は主演の人か、うん、もうジャケットですね、うん、あー面白そう。はい、うん、あと評価とか。ああ、評価、評価みたいなのがあるのよ。それとか、うん、あと友達から面白いよって言われたのとか、うんうん、あと普通に話題になってるっていう耳にしたやつとか、うん、あとはもう主人公がかっこいいかどうかですよね、うん、それが綺麗かっこいい、はい、それをまとめて言うと大概目に入ったやつ見るってことやな。まあそうだね。お気に入りとかには大体入れてるから。辛い。ベスト3聞こうかな。あ、それ考えてなかったな。でも今パッと出てくる3つがそうじゃない。いやチャングムは違う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 やん、違うやん。今思い返してやんか。何チャングム終わってんねん。うん、あ、そうなの、うん、好きなジャンルは、うん、嫁ランドなんだっけ。時代物と、うん、ラブコメも好きだよ、うん、もうほらドキドキとかないじゃないですかあまり。だからなんかそういうの見てキュンってなるみたいな。でも主婦ってそうだよ。主婦ってそうなんですか。キュンキュンみたいな。そうだよ。
時代物だったらもう結構いつも言ってる気候号ね、これは絶対見てほしい。まあ長いけどね、見たことない、ちょっとメモっていいですか、絶対見てください。あ、でもネットフリックスに あると思うな、ネットフリックス。でもまあ長いですよ、50何話ある。うわ、1話1時間以上あるし、長っ。だから子供をできる前に見といてよかったって感じで、時代劇系でそれが一番面白かったわけでしょ。気候号と、うん、奥にょと、奥にょよ言うてたな、奥にょよ言ってたわ。あと、イさんも面白い、トンイ、うん、その3つよ聞いた。トンイ、トンイ聞いたことありますね、うん、え、見たことないんですか。トンイない、絶対に見て、見なきゃダメ。イさんとトンイはもうセットで見てほしい。っていうのは、トンイが産んだ子がイさんのおじいちゃんだから繋がってんです。イさんが産んだ子が違う、トンイの産んだ子が、うん、イさんのおじいちゃんなの。ってことはどっちから見たらいいの。トンイ、トンイから、うん、トンイのが古いから、トンイ見てイさん、そう、トンイに出てくるアイテムとかがイさんで出てくるから興奮してる。うん、じゃあ玉作りのそのおすすめ、おすすめ最近だと、ヨメランドさんにおすすめはさっきのそのときめきが足りない、ときめきが足りないのがいいんだ。もう含めて、はいはい、ショッピング王ルイ見ました。うわ、もう見てた、見ました。なんなん、ショッピング王ルイ、おもろいんか、お金持ちの話、面白い面白い面白い。タイトルをそんなちょっとなんか面白くなさそうな匂いする、ショッピング王ルイ、ちょっとね、タイトルおかしなの多いですよね。 10分間の通販番組みたいな。確かに確かに、いいですよね、あの、そんなことあるみたいな感じですけど、ときめく、じゅんじゅんですね。言っていいか分かんないですけど、2回それやるみたいな。はい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 、逃げてるよ。それは主演は有名な方な、オッケー、有名な、ソー・イングクかな。最初そうでもなかったんだけど、見てると好きになるんですよね。あ、それは韓流あるあるやってよう言うやん。ソー・イングクだった、あの、イテウォンクラスも俺途中で止まっちゃったけど、おかしな髪型してるしね。、うん、でもかっこよく見えてくるもんな、あの主人公。そう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 、わかるわかる、あのインフルエンサーの子も可愛く見えてくるもん。そう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 ね、うんうん、名前忘れちゃったけど、ルイがめちゃくちゃ子犬みたいで、はいはい、いいんですよね。わかんない、めっちゃ可愛い、鬼滅のルイじゃないの。ショッピング王ルイなの、はい、鬼じゃない方のルイ。確かにキュンキュンですね、あれは。めちゃくちゃキュンキュンです。もうほうれい線一回消えましたもんね。うるおいすぎて可愛いと思って。みんなおもろいね。パパは絶対面白くないわ、見ても、うんうん、パパみたいにあのちょっとなんか冷酷な人は。誰が冷酷や。あの、あんまり俺がでラブコメ見たら嬉しいかもしれない。大嫌いじゃん、ラブコメ。大嫌いですよ、パパ。映画でも全然その ラブストーリー的なの、うん、一切ダメですもん。ラブコメまだいいよ、うん、ラブストーリーはもう何がおもろいの、虫ズが走る。フジワランドさん見ないだろうなと思って、うんうん、おすすめを一応持ってきました。俺に、はい、うん、そんなにラブ要素もなく、うん、でもあの構成もいい、うん、悪霊狩猟団カウンターズっていう、なんか面白く、面白くなさそうな名前。なんかね、タイトル変なのよ。悪霊狩猟団カウンターズ、知らないそれ。もともとウェブ漫画を実写化したんですけど、うん、昼はあの普通に食堂みたいなのやってて、うん、で夜は悪霊と戦う人たち、うん、でその中に、うん、結構強めの悪霊が見える高校生スカウトして入ってくるんですよ、うんうんうん、でみんなで悪霊を倒すんですけど、悪霊もめちゃくちゃ強いんですよ、うん、格闘技要素も入ってて、うーん、これはもう面白い。ネットフリックスだ、はい、言っていいかわかんないですけど、面白すぎて次気になりすぎて打ち合わせ一回あの断ったことある。ちょっと今日無理ですって言えないです。そう、それ反応取り憑かれとるな、悪霊に。うん、
一番好きな役者さんは誰なの？いや、それ聞いちゃう。男の人。まずは男の人。どうしよう。それすごい質問ですよね。はあ、答えられない。本当に酷な質問。さっと言えや。それは酷なんだわ、本当に。じゃあ何人か言っていいよ。うん、いや、ちゃんとがチャンギフクも好きだし、うん、それこそパクソジュンも好きだし、だってだパクソジュン、イテウォンクラスの人よ。あ、パクソジュン好き、イテウォン見てからパクソジュン好きで、彼女は綺麗だったとか、あとキム秘書は一体なぜとか、もうパクソジュン出てるやつ見まくった。かっこいいのよ。キム秘書今ちょうど見てるところ。あ、見てます、はい、ちょっとキム秘書は、うん、ちょっとまあ面白いけどちょっとくだらないけど。うん、愛の不時着はそうでもなかった。どうやねん、笑っちゃう。笑わない。何これ、もう号泣ですよ。え、どこ泣く場所があるの。いやずれたずれた。どこ笑うところありました。え、なんか意味わかんないじゃないですか、あんなその不時着するあたりも。主人公の2人が綺麗だから見てられるけど、うん、なんか内容はなんか薄いなみたいな感じ。えらい流行ったけど、運命のように君を愛してると比べちゃうとなんかすごい薄っぺらなって思っちゃった。いいシーンばっかりなんですこれ。あ、そうなんや。あれいいんだ。あの北朝鮮の市場であのはぐれちゃうんですよ、うん、で女の人はやっぱりその土地勘ないんで、うん、もうどうしよう、もうどこにも行けないってなった時に、うん、主人公が、うん、男の人が、うん、あのキャンドルを上に掲げて探しに来てくれるんですよ、うん、号泣しません。そうなんで見つかるって思っちゃった。それはちょっと玉つくでしょ。いや、メランドが覆ってるキス、これだけ聞くとね、それ演出とかあると思うよね。名シーンですよ。そんなにくれるんですよ、だって、主人公のヒョンビンがまあかっこいいわけですよ、この人ね、このヒョンビン。はいはいはい、うん、で、あとなんか実際に付き合ってるっていうのを聞いてめっちゃ引いちゃった。それはいいポイントなんじゃない。いいポイントですよ。そうなんですよ。ほら、付き合うのかいって思っちゃった。プロやないんかいって。いやいや、あると思いますけど、実際あるとは思うんだけど、ずいぶんすぐだなみたいな。あー、なるほど。そうすごい、ずいぶんすぐだなと思って。ちょっとずれてる見方するときはあるから。あのさっきも言ったけど、はい、鬼滅の刃の無限列車編を見た後、大体の人は煉獄杏寿郎に心動かされて悲しくて泣くの、うん、ところがうちの夢ランドは煉獄杏寿郎を見て悔し泣きしたからね。敵の赤座ってやつがいるんだけど、それに対してこう悔し泣き。どっちに感情移入してるんですか？結局感情として一番近いのは炭治郎の感情。ああ、そうかもしれない、うんうんうん、炭治郎と一緒に、炭治郎も最後ヒャーとかって言うんだけど、うん、はい、一緒リビングでこいつひきょうだわって言って怒ってるから。別に鬼としては普通なんだけど。ちょっとね、感情がね、あのそこに入るかっていうのはあるから。どうしてこんなに強いのにこんなことにならなきゃいけないんだ、悔しいみたいな。そうで、ちょっとそのキャンドルの方は笑っちゃったのはなんか、その市場にいた人の目線なんじゃないかな。なんでこいつキャンドル掲げてんの、笑っちゃう。もう一個、ここは多分大丈夫だと思います。その愛の不時着のところで、うん、ネタバレになっちゃうんですけどね、バンコクに来るんですけど、うん、そのどうせ1週間でまた離れ離れになっちゃうんですよ、うん、でもう二度と会えない、うん、っていう中で男性が車、うん、冬なんですけど車のボンネットトントンで叩くんですよ、うん、で、え、どうしたのって言ったら、猫がキャーっていなくなるんです、うん、はいはい、で、女の子が思い出残さないでって言うんです。冬になったらボンネット叩いて猫出すっていうのがもう一個の思い出になっちゃうじゃないですか、はいはいはい、でもうやめてそれって言うんです。私それドリカンも思い出しちゃった。ブレーキランプ誤解点末、誤解点末、愛してるのさえ思い出して、俺も思い出したのはパブロフの犬。でもそういうことやな。そうです、それサプライズパーティーとかやってくれるんですけど、うん、もう思い出を残さないでって言って泣くんです、うんうん、ですか。どうですか、それどうなん。
なんか俺がそれ喋ってる玉作り見てて笑ってまうから私あんまり来なかったんだよね、なんか、いちいち全部笑っちゃって、なんかで、キザのやつはダメなの、きっと。あ、いや全然、めちゃくちゃキザよ、運命のように君を愛してる、めちゃキザですよね。そうですね。なんなんや、わかんない、おかしいな。ちょっと困る、愛の不時着は、なんかあれと同時に、ほぼ同時に見たから比べちゃったのかも、イテウォンと。イテウォンが良すぎて。第1話が面白かった。確かに。もうあれで持ってかれた。うん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 。でも、あの要素のまま行ってほしかったの、俺はね。やっぱ途中から恋愛重めになってこられると、うんはい、おじさんは、美味しいラーメンの店だと思ったのにパンケーキに変わっちゃったんだっていう感じ感じがする。あ、なるほど、うん、そうなるとヴィンセンチを、ヴィンセンチを見ました。あれいいですね。いいですいいです、見れますね、男性でも。まあ、ありえないだろうみたいな感じはちょいちょい出てきますけど面白かった。いや、ありえないことだらけよそれはね。いや、そうなんだけどね、なんか急になんか面白い面白いと思って、もう本当に寝不足になりながら見たんだけど、なんか時々冷静になってる自分がいて、ありえないでしょって突っ込みながら見てる自分がいる。でもかっこいいのよ。最初あの主人公の人もあんまかっこよくないなとか思って見てたんだけど、だん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 かっこいいなと思って、インスタとかフォローしちゃったりして、結構めちゃめちゃ好き、大好きなんじゃった。めちゃめちゃ好き。そう、なんかまだ続きそうだから、なんか早く、あ、シーズン2がありそうな、シーズン2始まんないかなみたいな。じゃあ女性の好きな俳優さん。え、まだ言ってないよ、好きな俳優さん。そんなに言ってたよ。いやいやいや、まだいるの、まだめっちゃ好きな、めっちゃ好きな人一人言ってないから、これ絶対みんなが共感するから、もう絶対大好きだから、みんなもう絶対にインスタもいいね押すし、その人もインスタその人じゃあインスタ側から探せよ、ネットフリックスから。いやいやいや、ネットフリックスからね。ちちゃんうくね、ちちゃんうく、ちちゃんうく、かっこいいから、ちっちゃい服は、あのもう可愛い系、この人ウォンビンとか、それ系。あ、ウォンビンかっこいいね。ウォンビン大好きだから、ちっちゃい服。ウォンビンさんは、韓流ドラマ出てない。あんまり出てない。もうほら、大御所だから。うん、そりゃもうあれさえ面白かったじゃん、パパだったら大好きだけど。あ、女子でしょ、あ、女子。あれは映画ですけど、まあ、ちょっと韓国なんですけど、ウォンビン、かっこいい。あの兵役終わって復帰作だよね。めちゃくちゃかっこいい、最高。あれは、うん、見てほしい、玉作りさんに DVD ですね。ありがとうございます強制的に。あ、よし、玉作りが好きな俳優さんは、私はちょっともう古いんですけど、はい、カンドンモン。カンドンモン、カンドンモン、知らん、はい、あ、知らない。ワニ出てる。あ、かっこいいな。あ、かっこいい、そう、うん、年も近くて、うん、1% の奇跡。あ、はい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 、年も近くてはもうマッチングアプリやってんじゃないか。クォンさん、あ、クォンさん、あれ天国の階段見ました。はいはい、いいですよね、最高よ天国の階段。古いドラマだけど面白いですね。めちゃくちゃ面白いです。その OL の時、 OL の時とかなのかわかんないですけど、うちの母親もすごいその天国の階段好きで、うん、2人で韓国旅行に行って、うん、天国の階段のロケ地巡り、うん、あー楽しそういい、私もそれ、うん、あの韓国旅行行ったら、うん、ドラマで食べてた食べ物を食べるっていうのをやったことあって、うん、あの前生配信で喋ったことあるんですけど、ソルロンタンがテーマになってたドラマがあったのよ、うん、舞台になって。ソルロンタンをルイちゃん、違うよそのソルロンタンのお店でご飯食べた。華麗なる遺産っていうドラマがソルロンタン屋さんが舞台で、うん、でこの華麗なる遺産の、主人公の女優さん大好きなの。ああ、じゃあ女優の話しよう、うん、女優さん、誰？ハン・ヒョジュさんって言うんだけど、かわいいでしょ？かわいいでしょ？で、このハン・ヒョジュさんはトンイやってる人だから。ああ、そうなんだ。そう、あとは私は結構悪役の人とか注目しちゃうから。ああ、でも上手なのよ。悪役の人は確かにみんな違う、難しいの、ほんとね。それってやっぱり、ほんと腹立つこの人って思うってことはめっちゃうまいってことじゃん。結婚作詞、離婚作曲見ました。それに出てる女優さんが結構悪役よくやる人なんだけど、
結婚作詞離婚作曲ではそんな悪役ではなくて、うん、不倫されちゃう奥さんの役なんだけど、うん、奥女で悪役やってる人なの。たまつくりが好きな女優さんは私、オ・イェジュ。オ・イェジュ絶対知ってる。あ、え、最後この人名前違くない？これオ・イェジュじゃないですか？違います、ね、これそれあの人の奥さんじゃん。ピの奥さん、キムテヒ。うん、それキムテヒです。すごい、私この人だと思って見てました。ピーの奥さん、最高だけど大丈夫っていうドラマに出てるんですけど、あ、パクチュミさんだ。あ、この人です。あ、最高だけど大丈夫、はい、もう見ようと思っててまだ見てない。面白いですか？うん、うん、あ、そうでもない。でも、ヨメランドさんと感性違うからもしかしたら面白いかもしれない。まあ最高やからな。なんで私が最高なんだよ。全然最高。自己紹介みたいな。ヨメランドの最高だけど大丈夫って。全然最高じゃない。パパのが最高パスじゃん。あれが最高。あとその、男性役者の体の出来が違うな。全員西島秀俊ボディ。わかるー。玉造さん、ソンフンは？ソンフン、そうでもない、わかんないです。ソンフンが出てるドラマでキュンキュン系のあるよ。韓流レンタルショップ、ジレッタイロマンス。ちょっと見てみます。ジレッタイロマンスおすすめ。ダッサい名前やけどな。ジレッタイロマンスおすすめ。コント中に使えそうなドラマのタイトル。タイトル変なのよ、なんか。ジレッタイロマンスね、見ます。うん、ジレッタイロマンス。じゃあ一番、じゃあそのキュンキュン系ってやつで、うん、ヨメランドが一番これキュンときたなというシーンは、目バキバキやな、お前。考えるから玉作りさんに聞いて。玉作りはあるあるでよく出てくるんですけど、突然雨降ってくるんですよ、うん、あー、それそれわかる。それ青い海の伝説で出てくる、はいはいはい、突然雨降ってきて男性がジャケット脱いで、はいはい、って言って傘にしてくれるんですよ、うん、その中に2人でこう入って、うん、あの雨宿りできるところまで笑いながら走るんですよ、うん、そのジャケットの中でキスするみたいなとか。やだ。それあのボディーガード系のやつのドラマで出てくるちっちゃんうくがやってた。それあるあるなんだ。結構あるあるです。あとスッと傘さしてくれるとか。うん、ほらスッと傘さすっていうのは普通に人としてありえる行為だけどね。やってくれたことないじゃん。いやもう言うわ。なんでそんな雨降ってるとこに野ざらしにさしたことないやろ。そもそもそっちを感謝せえ。まあ買うしね、傘ね。自分で自分で何とかしようと思うし。やっぱね、結構ね、助けに来てくれる系多いね。うん、あり多くないですか。多いです。なんか怖い思いしてる時に助けに来てくれるとか、うん、心細い時に助けに来てくれるとか。怖い思いっていうのは例えばどういう、例えば後つけられてとかさ、うん、のに助けに来てくれるのがキュンとくる。そんな、だってないじゃん、人生で。ないな、変な人だろ。なんだてめえ。いや、言わないけど。あの、来て誰がつけてんだろうね、あの。いや、言わないけど。言わないけど。そんな人生でさ、来てほしい時に来てくれるとかさ、助けてほしい時に助けに来てくれるなんてさ、そんなないじゃないですか。はい、それがさ、現実のようにさ、繰り広げられるわけですよ。それはなんかいいな、キュンキュンみたいなのあるよ。もう一回見るなら、どれ前話、もう一回見直す。だいたい良かったもの、2、3回見てるよ、私。2、3回見てんの？見てる見てる。え、運命のように君を愛してるのが2、3回見てるし。え、もうええの分かってるから、もう一回見る、うん、すごいね。すごい。青い海の伝説も2、3回見てる。青い海の伝説ってそれ何なんそれ。人魚の話。サーフィンの話でしかないやろ。でも人魚の話。人魚の話な。人魚の話成立すんねや。えとかって思うんだけど。足ヒレになってんの。水に入ると出てくる。ヒレが。陸に上がると足になる。
陸に上がってくるとこどうやって上がってくる。例えばプールだったら階段がある上がろうとした時には足になる。便利でしょ。ああもう水から出た瞬間らしい。はい。そんなところが気になる時点でもうダメなのよ。見る資格なし。ねえ玉作りさん。ほぼそんなのしかないですもんね。見てほしいでも、うん、青い目のね。なんか結構あるんだけどな、休憩ポイント思い出せない。パパがしてくれないこといっぱいしてくれるよ。だから要は。喧嘩して外出てっても追いかけてきてくれるし、韓国ドラマのとこの人、ね、いやいや、それ出ていっとんねんから、うん、追いかけてほしいんだという時もありますよ ね、時には、うん、追いかけていって追い打ちかけるけどな、まあ、聞いてるか、まあもう最近ずぶとく出ていかないけど、ね、もうパパが出てくことはあってもプレゼントとか。あ、プレゼントなんか別にみんなするやろ。それが何がキュンキュンしてくれないじゃん。よう言うわ。何それ。ちょブーツ買うてますね。えらい高いブーツ。シャネルも買うてますね。違う、そういうんじゃないよ。帰ってきて急にお花のプレゼントとかさ。いや今日は花を買ってきたよって、うん、それはないわ。なんやったらさ、俺が急に花持って帰ってくることあるやん、この仕事やったら誕生日おめでとう。俺がってそうやん。これそもうまさにこの花持って帰ってきた時に、もう急に花とか持って帰ってこられても困るんだよ、めんどくせえな、いけるの。そんな好きじゃねえし。違うのよ。そんな好きじゃねえしって言うと。そんな好きじゃねえじゃない。おっきすぎるからって言ったの。そんな好きじゃないは言ってないよ。言ってない。花別にそんな好きじゃねえしかね。刺さるしさ。ああ、しめんどくせえなっつって。おっきすぎんなもんだって。しょうがない。使えないでしょ、そんなのくれた人に悪いんだから。誰がくれた花とは言うてへんがな。大体わかるじゃないの。大丈夫、使える。俺はありがたく受け取ってんねん。受け取った先での一悶着だから大丈夫やですよ。俺がいらん言うて返してるわけないねんから。俺はすいません、ありがとうございますって思ってんねん、まあ、大変なんだよ、だって花瓶に入れるのがさ。一緒に住んでるとかで相手がそのいるって分かんなくて開けて突然やっぱそのかっこいいから裸体が見えちゃう時にやっぱ、わありがとうございますっていくキュンキュンポイントや言ってて、目の保養ありがとうございますよ。何やっけ、手合わせます。ウッケる。でもね、なんか無駄にシャワーシーンとかでね、なんかね、あの綺麗なボディとか出てくる、うん、まあまあね、それは売りなんやろうけども、うんうんうん、この人はマッチョじゃないだろうみたいな人とかもマッチョ、うん、あのヴィンセントの人とか全然マッチョそうじゃないのにバキバキなの。なんかベビーフェイスですもん ね、ずるいですよね、うんうん、意識高いわな、うん、サスペンス的な要素はないの、あんまり。え、だからそのボイスとかはサスペンスだよ、完全に、うん、恋愛とかあんまりない。あ、じゃあそれ見ようかな。面白いよ、すごい。ちょっとかなり残酷だけど、うん、ちょっとって言った後にかなりだけど、かなり残酷、うん、めちゃくちゃサイコパスだ、あの主人公が、うん、ヴィンセントなんてまだ甘いかもぐらいの。あ、そうなんですか。はいはいはい、ボイスはすごい面白いじゃん。あ、みんなうまい。それ見ようかな。イカゲームですよね、今。イカゲームね。ココリコエンドさんは一気見したって言ってた。何イカゲーム。イカゲームっていうのが流行ってる。1位取ってるネットフリックスで。韓流で、ネットフリックスで確か1位取ってる。初めて。どういう怖いの。カイジみたいな話でしょ。謎のとこに集められた人間たちがゲームをしていって、うん、生き残りかけて、大金をかけてっていう話。へー。怪しいパートナーっていうの見ました。これちっちゃん浮くのなんですけど、これもすごいキュンキュンなの。めっちゃ助けてくれるの、ちっちゃん浮くが。どういう時に。困ってる時だよ。何やの困ってる時。あ、見てないですね、これ。これ絶対見る。めっちゃキュンキュンですよ。もうほんとかっこいい、ちっちゃん浮くが。ちっちゃん浮くは、あのボディーガードの役とかもやってるって。めちゃくちゃ詳しいな、俺ちゃんとここまで聞いたことなかったけど。うん、めっちゃ詳しいな。うん、あるあるですけど、あのよくどっちかが怪我、男性が怪我して
その女性が手当てした時にキスに発展します。あ、しますね、します、ね、手当てさせてほしいです、ね、まあでもそれは結構怪我してくんないかなこの人でも結構それはあの現実世界でもあるよね。風邪ひいた時に看病してもらって、うん、なんかキュンみたいなのとかはあるんじゃないの。だって、いや私は実家暮らしだったからないけど、うん、だってパパなんて一人暮らしだったんだから、うん、ほらそれこそ私と付き合ってた時なんてさ、何入院とかしてるわけじゃないですか、うん、あなんかちゃんと世話してくれるから結婚ありかなとか思ったわけでしょ。うん、あそういうこと。え、どういうこと。いや、こっちが聞いた。ヒーラーとか見ました。ザ・ K2 とか、ちっちゃんうくの全然見てないですね。もうね、かっこいいの。こんなボディーガード雇いたいみたいな感じで、誰にガードしてもらうのってなあ、誰から守ってもらうのって話なんだけど、うん、自分でいけるからな。うん、ザ・ K2 っていうやつで、それこそ誰かからなんかなんだシーツだかバスタオルだかジャケットだか、ジャケットだったら忘れたけど、こうやってかぶって中でキスするシーンかっこいいよありえないじゃんそんなの現実世界で。何してんの楽しいでしょ。なのにキュンキュンしちゃうの助けに来て上にこうかぶして急にキスするの。ちっちゃい服じゃなかったら超気持ち悪い話じゃん見れちゃうのよ。だけどそれがまあハンサムやしな。そう、うん、絶対玉作りさん好きだと思う。配信されてないかな。ザ・ケイツですか。君だけを守りたいよめちゃくちゃダサいタイトルでしょなんだけどキュンキュンして見ちゃうのよ。だからもうほんとちっちゃい服のドラマは怪しいパートナー、ザ・K2、ヒーラー、キコウゴウね。キコウゴウが一番若い時なんだから。うん、私、キコウゴウの女優さん好きなのよ。ハジモン。ハジモン。ハジモン。ジボン。ウォン。ウォン。はい。ハジモンさん。ハジモンはキコウゴウやってたり、シークレットガーデンっていうのも面白かったし。見ました。見ました。面白いよね。シークレットガーデン面白い。シークレットガーデン。秘密の庭。そうそうそう。とか、あと病院線。あ、見ました。見ました見ました。もう面白かった。あれも面白いですね。病院、あとファン・ジニも。ファン・ジニア見ました。はい。自分がヒロインになるとしたら何のドラマのヒロインになりたい。え、キーセンの格好してみたい。キーセンの格好、昔のこういう格好。うん、だから何のドラマに出たい。え、時代劇出たい。へえ。この役がやりたい。偉い女の人の役か、キーセンの格好とか。キーセンっていうの、そういう格好。うん、これはあの、なんていうの、男の人がお酒飲んだり、まあキャバクラみたいなさ、遊郭か、遊郭みたいな、うんうん、でも相当お金のある人じゃないといけない、遊女みたいなこと、うんうんうん、でもそういう体を仕事にしない人もいるらしいんだけど、どうやら踊りとかさ、あと知識とかもないと、なんか偉い男の人を相手にするから、まあ今でいう銀座のホステス的な、ね、あ、そう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 、うん、あとは王族の人の格好したり、ここに竜のかんざしつける。王族の人しかつけられない竜がたまカッてやってる、それこそあれみたいな、わかります？玉をカッとつける竜がやつを頭につけたい。しかもあの王様の なんていうの、性質、うん、じゃないとつけられない形になっちゃう。側室はみんな同じやつ。それでもうこの人は性質だってわかる。一番偉いってわかる。の格好がしたい。が一番寵愛されてる側室。ああ、性質。大体性質じゃないから一番。ああ、なるほど、うん。なるほど。悲しいですね。悲しいですね。なんで何それ。なんでって何それ。聞いてみて飽きるみたいなのやめてくれる。
自分から聞いてきたら途中で飽きるの失礼ですよね。よくない。本当にそういうとこあるよ。そういうことしないから韓国ドラマの男の人、うん、最後まで聞いてあげてる。そうだよ、めっちゃ聞き上手みんな。聞いてる最中にキスする。あー、それもありだね。ちょっと眠たくなってきたので、なんでよ、おかしくない。おかしくない。もし皆さんからもおすすめの、韓国ドラマございましたら。あ、ちょっと待って。あと現代のだったら、うん、大体主人公の女の人って 2,3 人の男の人からアプローチされますよ ね、 ね、あるあるだから。これちょっと待ってまでして言う話か。そんな役も良くないですか。いや、いいです。本当にすごい急にモテるようになりますね。そう、すっごいモテるのよ。ドラマとかいいよね、やりたい。コメント欄におすすめのハンディドラマがあったらお書きください。なんであの、私の途中で飽きんの。自分がさ、考えた企画でさ、なんかやってくれるって言ってさ、ノリノリでやったらさ、飽きるのとかおかしいですよね。いや、自分で考えてた時から俺多分こうなるやろなと思ってたよ。でも多分、視聴者さんは喜んでると思う。うん、2割の男性が今俺と同じぐらいの感じの味方になってると思う。ということで、再生回数が伸びればまた第2弾の方をやりたいと思って。タマス君、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターの方よろしくお願いいたします。それではまた、ありがとうございました。